はい、どうも、コミです。さて、本日はこちら、関西クラクラクラブからですね、お届けしていきたいというふうに思うんですけども、本題に入る前にですね、ちょっと今、驚きがあります。クラン対戦リーグでクラメンの調子が良すぎるんですね。完全にチャンプ1に、まっしぐらで上がりそうな状態です。これ今、2位が結構切迫してきてますけども、10回向こう攻めてるんですね。こっちまだ3回しか攻めてないのかな。でもこれも3分の3じゃないですか。こう見ると、見てこの驚愕の成績。みんな上位のメンバーがですね、ほとんどもう2分の1以上の差だし、当たり前にこう叩き出してるっていうような状態で。いや、これはやばいですね。今までね、こんな強くなかったんですよ。自分だって、これ見てもらうとわかるかな。対戦リーグの成績見てもらうと、チャンピオン2から降格したのがね、去年の12月。で、21年の1月シーズンはチャンプ3から始まったんですけども、まあ、そこ2位で来ていて、で、2月が3位でしょ？あ、1位か1位でしょ？で、3月シーズンが、チャンプ2の4位だったわけですよね。で、今回が、まあ、チャンプ2の、まあ、リベンジマッチになってるんですけども、なんか知らんけどめちゃくちゃ強いんですよね。まあ、ちょっと、今回の動画で考察はまあやらないですけども、まあ、興味があったらちょっとね、なんでこんな風に変わったのかってところも、まあ、自分なりに言語ができるかな、してみて、動画撮れたらと思ってるんで、まあ、興味があったらコメントをぜひください。でですね、本日のメインっていうのは、これではなくて、すごい辞書的な話になっててごめんなさいね、ほんとね。クイヒラバルです。クイヒラバル。で、上級戦術の筆頭っていう風に僕思ってるんですね。めちゃくちゃ難しい。なんでかっていうと、クイヒラバルってクイヒがやられた瞬間に、ヒーラーが全部もう、なんていうのかな、無駄になっちゃうというか。生きないんですよね。ラバルだから、ヒーラーでラバルにこう回復できないじゃないですか。リクイーンとしか、まあ、たげれないんで。っていう意味で、もうクイヒーをしっかり延命させて、で、怖い施設をちゃんと壊していくっていうテクニックがないと使えないんですけども、これをね、どういう風にみんなやってんのかなっていうのが、今まですごい疑問だったんですよ。なんだけども、よく気づいてみると、意外と単純なことなんだなっていうのがちょっと分かって、まあ、そこをですね、ちょっとお話ししていきたいというふうに思います。まあ、単純なことと言いながら、まあ、実際めちゃくちゃ難しいんですよ。難しいんですけども、まあ、どういう違いがあるのかですよね。クイヒーラバルとクイヒーディガホグにおけるクイヒーの違いとは何ぞや、みたいな。まあ、そこのところをちょっとね、話したいというふうに思ってます。さあ、前振りだいぶ長くなっちゃいましたけども、ね、見ていきましょう。ですね、これですね、ジョーカーさんがとにかくクイヒラバルうちでは一番うまいかなっていうふうに個人的には思います。何にせ使い慣れてる感があるんですね。で、今クイヒここ、なんだ、十字方面っていうのかな、九時寄りの十字からスタートしていって、で、バルーンを当てていってるんですけども、これ、対空砲があるんで、ヒーラーを迂闊に出せませんね。対空砲の範囲内からしっかり出していきます。で、タウンホール壊すのかなと思いきや、これ無視するんですね。無視してどん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 奥の方に進んでいきます。で、ここの区画に入れていくんですね。で、まず1個目、難しいのはダメージ計算だと思うんですね。ここに入った時に援軍ともこう当たるわけじゃないですか。ここの、これか、ヒーラーでクイーンにこう来る。まあ、援軍のダメージもそうですよね。大砲も入ってくるでしょ、こういう風に。集中砲火を浴びる時のダメージ計算がしっかりできるか。多分ね、これ、ジョーカーさん、一個一個丁寧に計算してるわけではなくて、フリーズ、インビジ、レイジをもう見ての通り、こう、大量に積んでるんですね、ここ。なので、それを敵にこう、使っていきながら、とにかくもう、クイヒーを延命させることを主眼に置いてやってるんじゃないかなというふうに思います。こんな感じですね。もうとにかく、レイジを切らせない。で、かつ、重要なのがこれです。今出てきたこれ。キングロイヤルチャンピオンなんですね。この使い方が決定的に、クイヒディガホグとは違うんですね。クイヒを展開しながら、クイヒを延命させるため、ルートを作るために、こう、ロイちゃんと、キングが仕事をしてるわけですよ。これもう使い切ってますよね、ヒーロー2体をここで。で、これが、ディガホグだった場合には、キングとロイちゃんはちょっと後で見せて、たいと思うんですけども、ディガホグのサポートに回るんですね。でもクイヒーラバルの場合には、ラバルパートのサポートに回れないじゃないですか。よくよく考えれば回れないんですよ。回れないから、じゃあどこで使うかっていうと、クイヒーのために使ってくるんですよ。こういう風に今これロイちゃんが、クロスボウ殴ったおかげで、クイヒーがこれ、今延命してましたよね。
これ今ロイちゃんがなかったらこっちから釘が全部こうダメージを受けてしまって、もっと早くにやられちゃったはずなんですよ、この辺で。だけどもキングとロイちゃんでこの、ね、二次三次方面カットしたことによって中央を入ってきたクイヒーが、ダメージ受けるのは正面とこのまあ横側一箇所だけ、この面からしか受けないっていうことになるんですね。こっち側、二次面っていうのはもう完全にブロックされてるんで、キングとロイちゃんでですね。でそうすることによって今クイーンが入ったルートどこかっていうと、こっからぐるーっとここまで来たんですね、ここまで。なので当然ながらそこに隣接しているこういう防衛は全部壊したことになりますね、ここまで。そうするともう L 字ができるじゃないですか、ラバルを回していけるということですね。でまあ、この攻め方どうなんだろうって思ってこう見てたんですけども、一つまあ利点はちゃんとクイヒーをこう生かす技術があれば、わりかしどんな村でもさせるんじゃないかなっていう風に思います。なんでかというと呪文がとにかくいっぱい使えるんですね。レイジー、フリーズガンガン使っていけるので、物理的にというか、まあ、理論上はクイヒーやられるわけないんですよね。レイジーで回復力を上げ、ずっと上げっぱなしにしておいて、やばくなったらインビジ使ったり、あとはフリーズ使って施設を止めちゃうわけですから、タイミングだけの問題じゃないですか。まあ、それがめちゃくちゃ難しいんですけども、そのタイミングはしっかり測れて、かつ、キングロイちゃんをどういうルートで、ね、歩かせれば、クイヒーが、なんだ、オーバーキルのダメージを、オーバーキルっていうかな、オーバーリカバー？わかんない。回復量を超えるダメージを受けないように、かつルートが作れるか、そこの計算ができるかどうかだと思います。これはね、ちょっとびっくりしましたよね、本当に。あ、なるほど、そういうことかっていうのを、まあまあ、分かれば、納得できるんですけども、知らないうちは、意外に単純なここに気がつかなかったですね、僕。なんで、ずっと疑問に思ってました。で、次はですね、参考にクイヒーディガホグにおける、ヒーローの使い方、見ていきたいというふうに思います。これですね、先にプラン説明すると、クイヒーをここからガーンとこう入れていきます。入れていくんですね。で、ここまでこう削りを入れたところで、ディガホグをこっちから、入れていきます。こういうふうにですね、おっとすいません。入れていって、で、キングと10日弊社ですね、これを、こっちから出していきます。で、外周歩かせながら、ロイヤルチャンピオンも、ディガホグ、私にこう混ぜて、こう流してたんですね。で、全然これ圧倒的にって言ってたけど、圧倒的関係ないな。全然ですね、さっきのクイヒラバルとヒーローの、使い方が違うじゃないですか。今、この、角の方からクイヒが入っていってますけども、クイヒラバルを仮にするんであれば、こっち多分キングがこう歩くんですね。キングがこう歩く。で、ロイヤルチャンピオンはおそらく、その一層内側の、まあ、こういうところ、こういうところをロイヤルジャンプでこう壊していきながら、クイーンをこっちのね、タウンホールの方に向かわせていて、タウンホールを壊すみたいなことがおそらく展開されるんじゃないかなというふうに思うんですね。なんですけども、このパターンっていうのは、主力がこれディガホグになってますので、クイヒは今援軍と当たって、ここで、クロークを吐いちゃうのかな、ギリギリ吐かないか。とにかくこの袋工事で結構ダメージ食らっちゃってますね。で、グランドウォーデン、ロイヤルチャンピオン、バーバリアンキング、トーカ兵舎、全部こっち側から出てきてるのがわかると思います。こういう風に。で、こいつらが、ぐわっとこの縦のラインを削っていくんですね。で、クイヒは、そのまま、レイジで延命を図りながら、完全にディガホグヒーロー、ディガホグ他のヒーローたちとは、あと別土台の形で進行していっていますよね。で、今中央でこう合流しました。この合流結構重要なんですね。まあ、ディガホグの話を、今回しちゃうとちょっと、話がずれちゃうかもしれませんけども、こうなることによってディガーたちにヒーラーがスイッチして、なおさら、ユニット全体が生き延びるっていう形が作れるので、まあ、非常に秋風さんのこのアタック見事なんですけども、ね、言いたかっていうと、やっぱりこのヒーローの使い方が全然違うってことですね。クイヒーを延命させるパターンっていうのがクイヒーラバル。で、ディガホグを延命させるパターンっていうのがクイヒーディガホグになるということですね。いやー、すごいですね。この時点でまだヒーラーがまあ3体にもなっちゃっているものの、クイヒーが、なんだっけ、これクロックか。残した状態で生き残ってますからね。これはなかなかすげえなと思って見てました。外周から歩いてきているディガーたちが大量のスキルとネクロマンサーと一緒にシングルインフェルノを突破して、あとはもう前回またなしという感じですね。いや、お見事です。このやっぱり二つの差っていうのをよく意識しておくと、クイヒーラバルのためのクイヒーの練習だったり、クイヒーディガホグのためのクイヒーの練習っていうのができる。どっちも主力であるラバルないしはディガホグのルートを作るっていうところに、クイヒーの仕事っていうのが、フォーカスされているという点は変わらないんですけども、そこでのヒーローの使い方が決定的に違うということですね。
ここは押さえておきたいポイントかなというふうに思います。それが今日のメイントピックですね。では、あともう2本見ていきたいと思います。1本クイラバで、クイヒラバルのことですね、クイラバ。で、もう1本は、クイヒラバルなんですけども、ちょっと失敗しちゃった例も、見ていきたいと思います。パンセッタさんがですね、これ2本、演じてくれてますので、それを見ていきたいというふうに思うんですが、これかな。パンさんのクイラバもうまいのよね、マジで。タウンホールをですね、しっかりと、ラバルパートでケアできるっていうのが本当にすごいなと思っていて、これ僕結構苦手なんですよ。万が一ラバルのその誘導を間違えちゃったら、星1に終わるじゃないですか。それをよくこうね、ミスらずにやれるなっていうところですよね。で、このイーグルを序盤に壊します。まあ、イーグルを壊すことによって、中盤以降のダメージ、まあ、非ダメージを下げるということと、クイラバをやってきますので、相手の防衛軍、アーチャークイーン、まあ、これがロイヤルチャンピオンであってもいいと思うんですけども、この辺のラバルが、立ち打ちできない、相手というのを序盤に潰しておきたいというところですね。で、ここで、クロークを発動したタイミングで、ストライカーが、一瞬、キングの方に逃げていきましたけども、その後、クロークの無敵時間を上手に使ってですね、援軍処理かつ、相手のアーチャークイーンも処理していきます。で、投石機の区画ですね、をしっかり削りを入れていきながら、これ後ろからウッドランチャーってもうまいですね。このウッドランを入れることによって、怖いこの中心部のマルチインフェルノまでクイヒをこう伸ばしていくという狙いがあります。仮にクイヒがこっちに行かなくても、ウッドランチャーから出てくるイエティが入ってるのかな、これ多分によって、マルチインフェルノは必ず壊すぞという意気込みでしたね。なのでこれキングは、外周方面をこう回って、クイヒが壁の外に出ないように、でロイヤルチャンピオンは、こっちの、逆側の外周ですねからワンチャン多分投石を狙ったんだと思いますが、投石まで届かずに落ちてしまいましたね。これフリーズ打ってもよかったかもしれないけど、まあ打っちゃうとタウンホールに対してのアプローチが少し、怖くなるので、ここは、フリーズ我慢しましたね。まあ、ただ残念ながらこのシングルインフェで打たざるを得なかったんで打ったというところですね。これクローククイーンが残してたらワンチャンタウンホールまでいけたかもしれないな。ただちょっと飛びますけども、見てもらって分かるようにラバル出す前にもうこれだけ削っちゃってるんですね。これだけこんな削りができちゃうわけですよ。クイヒーっていうそもそも圧倒的な破壊力を持っていて、かつ延々とねその仕事ができるこのシステム、プラスそこにキングとロイヤルチャンピオンをサポートに加えることによって 50% を超える、まあ 60% ぐらいのこの破壊率を、ラバル出す前にも叩き出せちゃうんですね。ただまあ1個注意しなきゃいけないのは、見てもらって分かる通りですね、呪文が今ヘイソ3個しかないんですね。なのでクイヒーラバルをする場合にはあくまで主力はクイヒー、主役はクイヒーなんですよね。で、ラバルっていうのは、そのクイヒーで壊せない部分を壊すための、役割を担っている、ユニットだっていう風な形で考えて使っていく必要があるかなと思います。タウンホールをしっかりラバルで撃破して、あとは、残った施設っていうのを、もうラバルの数の力で、まあラバルっていうか、まあバルーンか、の数の力で押し切っていくという感じですね。うまいですね、本当に。クイヒーのもう、なんていうのかな、コントロールがめちゃくちゃうまいなっていう感じで。まあ、ただ、すごい高火力帯に突っ込んでいきますけども、まあ、最悪の場合、クローク入っちゃうし、レイジー、あとはフリーズを、まあ、最後これ、どんな呪文構成だったかもう一回見てほしいんですけども、残っていたのは、ヘイス3枚だけでしたよね。だから、これ全部、ここ、全部ですね、これ。クイヒーパートに使ってたわけですね。レイジ2枚、フリーズ3枚、ポイズン1枚。まあ、これだけ、レイジ4枚か、だから、レイジも3枚か。うん。レイジ3枚、フリーズ3枚、ポイズン1枚ですね。これだけクイヒーに使っていたってことですね。いや、まあでも気持ちいいですよね。クイヒーでこんだけガンガン削れたら結構気持ちよくないですか。多分自分ならちょっと酔っちゃいますね。2、3回この全開リプレイ見ちゃうかもしれないです。本当に。まあ、それぐらい多分気持ちのいい攻め方だと思うし、見てる方もやっぱり、なんていうのかな、まあ、すごい興奮度の高い戦術なので、これ使いこなせたらちょっとかっこいいなっていう気はしますよね。まあ、そもそもラバルっていう戦術がかっこいいんですけどね。さて、では最後ですね、失敗例の人見てみたいと思います。ここまで綺麗に誘導ができてるんで、なかなかですね、この失敗パターンっていうのが想像つきにくいかもしれないんですけども、まあ、実際にはめちゃくちゃ難しいです。で、突撃艦もですね、今回はこんな形で、序盤に打っていってますね。さっきウッドランチャーをパンさん使ってましたが、今回は突撃艦を打つことによって、これ援軍をギリギリするところで突撃艦を落としています。で、釣ってしまった、
援軍を食い火で処理するんですが、若干釣り切れなかったんですね。これ小粒の援軍が出てきすぎちゃって、ちょっとこうなってくると、まあ、中盤以降またこの援軍の中身が何か分かんないのも相手にしなきゃいけないっていう点で少しむずくなっちゃうんですけども、まあまあ、ここで、出てきた分だけはきっちり処理していきますね。ポイズンを使ったんですが、ちょっとこのポイズンなんでこういう打ち方したんだろうな。レイジを使わされちゃったのがちょっと元なかったですね。で、クイーンをこの隙間にこう流していきたいっていう意図があるので、こういう風にですね、こういう風に、キングで外周をカットしていきますね。で、ロイヤルチャンピオンの仕事っていうのもちょっとね、注目してほしいんですけども、結論から言うと、この後出してくるスーパーウォールブレイカーの壁開けが、予想外に決まってしまって、クイーンの誘導失敗します。で、それをフォローするためにロイちゃんを使うんですね。いやもうそういう風に何にせよもう食い火を生かすことだけを考えた、ヒーローの付け方、ロイちゃんとキングの付け方をするというところですね。これここね上げたかったと思うんですね。ここのところで食い火をこのマルチに向かわせてから投石機にこういう移すっていう、多分こういうスイッチを考えていたんだと思うんですが、それができなかったがためにまず、ここの、マルチインフェルノがずっと残ってしまうことになります。で、こうなるとね、これシャレにならないので、ロイちゃんがこれ登場しますね。登場して、で、ホーミングシールドを使って、マルチインフェルノを破壊していきます。で、中心部のマルチを破壊しておく。で、これしないと、この後出てくるラバルも偉いことになっちゃうんですね。中心部になんでこういう風にマルチがあるかっていうと、小粒ユニットですね。ラバルとか、ディガホグとか、こういうのを、この中心の外周この辺、こうぐる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 回っている間に、この辺ですね、こう回っている間に、インフェルノがガンガン焼いちゃうっていう、まあそういうシステムなんですけども、当然ラバルが残っ、ラバルを出すタイミングでこいつが残ってるとシャレにならないんで、そこをロイちゃんでもう決死の覚悟ですね、ロイちゃん。なので潰していったというところですね。これは悔しかっただろうな。もうロイちゃん、このマルシンのところでやられちゃってますからね、陸のクロスボウのダメージ受けて。で、まあ、ワンチャン、その、クロークです。クロークじゃないな、トームか。の、今、誤作動があって、もう、ラバルを出した瞬間にクローク入っちゃ、トーム入っちゃったんですけども、これちゃんと貯めておけられれば、この、タウンホールのところでバルーンを失わずに済んで、結果的に、この、最後の前回まで伸びたんじゃないかなっていう気がします。ここもね、ポイズンがちょっと遅れちゃったんですよね。なんで、ロイちゃんがちょっと好き勝手しちゃったがために、グランドウォーでもやられてしまって、最後時間切れ、まあ、っていう感じですね。まあ、だから、あれだけその食い火パートでロイちゃんの仕事量っていうのを、出し切れなかったとしても、ここまでの、結果を出すことができるっていう、まあ、そういう意味では、使いこなせる方からすると、食い火ラバルってめちゃくちゃ、そのポテンシャルも高いし、まあ、どんな村でもあらかた、相手にできてしまうっていう、まあ、その万能性を備えている。戦術になるので多分その世界戦とか見るとよく使われるし、まあユーターさんですよね、もうかなり愛用している戦術だと思いますので、我こそはというね、方がもしいらっしゃったら、こんなような形ですね、ヒーローキングロイちゃんを、食い火のサポートに回す、で食い火をとにかく延命させながら相手の急所をついていく、でも呪文はガンガンもう食い火に使うって感じですね。この、パターンっていうのをぜひですね、練習してみてもらえると、またクラクラの楽しみ方が一個増えてですね、奥が深まるんじゃないかというふうに思いますので、ご参考にしてもらえたら幸いです。というところでですね、本日の動画を終わりにしたいというふうに思います。私のチャンネルですね、こんな感じでクラン対戦の動画メインで扱っております。やっぱり、対戦で星さんが取れるかどうかって結構大きな、自分のモチベーションにもつながる部分かと思いますので、そこの、ヒントになる動画たくさん上げていきたいというふうに思ってますんで、タウンホール13だけではなく12、11もやっていきますし、14が出たら14もやっていきます。というところでですね、ぜひ、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、また、これからもご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日このあたりで終わりにしたいというふうに思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。